モッチー先生の字見てみたい。いや汚ねえよ。ボールペンの時もあれば、なんかサインペンみたいなので書いてる時もあるし、汚ねえよ。まあ私大型なんですけど、めっちゃ部屋とか綺麗だったり、今もこの机の周り、これもう汚れてんのが嫌で嫌でしょうがなくて、めちゃめちゃ几帳面なとこあるんですよ。ピッチリなってねえと嫌だみたいな。あと食器棚とかもう決められてんすよね。ここに何置かれて、こういう配置でみたいな。ただ雑なところ異様に雑なんすよね。この文字の感じとか、このまとめ方とかも多分大型が出てんだろうな。本当の几帳面なやつは紙の中でも几帳面さが出るはずなんですけど、ここ雑なんだよね。真の几帳面じゃないっていうのがわかる。いやもうめちゃめちゃ綺麗だよ。見る？ほら綺麗でしょ。あんま見えねえな。これ写真撮りゃいいじゃんね。配信に慣れてる感じを出そうとしてんだけど、全然慣れてねえっていうね。なんかこんな感じでカメラも角度変えて部屋見せたりできますぜみたいな感じでやろうとしてんだけど、全然できてねえっていうね。でエアドロップで、なんでそんなに見せたい。やいいじゃないですか、そういうの。たまにはさ、皆さんとのね距離をちょっとずつ詰めていくよ。俺は皆さんとの距離を詰めていこうというのを心がけるよ。なんでこれ選択できねえの。いやもうわかんねえわ。なんでさ、今 iPhone で撮影した画像をさ OBS に取り込んで見せようとしたら、なんか選択できねえみたいになんのよ。ネットで保存した画像はできたじゃんさっき。なんでそれができねえんだよ。なんかファイル形式が違えとかそういう話なのかな。やだよ俺こんなの。もう見せらんねえわ。せっかくさ歩み寄ろうと頑張ったのにさ、機械にダメって言われるんだよ。お前はそういうことしなくていいっつってさ、お前のそういうの興味ねえから、ワンピースに関する話だけを淡々とやってくれっていうさ、機械に言われるんだよそうやって。あ、形式をヘイックみたいなさ、 JPEG とかいろんな形式があるじゃん。ヘイックっていう謎の。俺こんなん聞いたことねえよ。ヘイック、ヘイックだからできなかったんだ。これでできるか。でも夜中の2時何やってんだよこれ。ちょっと頑張るわ。こんな時間取ってさ、こんな時間割いてさ、みんなが得られるのってさ、俺の配信部屋の俺の配信部屋の写真なんだよな。なんなんだよそんな。ほぼ何も得られないと同じじゃねえかそれ。 JPEG 保存してみたけど、ちょっと待って、どこに保存されたんだよ。ヘイックからさ JPEG として書き出して保存って押したんだけど、どこに保存されてるかが分かんねえよ。最近の項目か。あー、あったあったあった。よし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 、いけるいけるいける。え何このデカさ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。あ、こうか。違う違う、ちゃんと映してんだって。でかすぎるな。あーほら綺麗でしょ。まあまあ配線とかも後ろから見たらねえように見えるからね、上段に囲まれてね。だから何なんだよ。いいよもう。日本でもかなりの無駄な時間だったんじゃない今のね。なんか想像できるような配信者の配信部屋っていうのを見させられるのを10分ぐらい待って、かなりの無駄な時間だったな。いや、よかったよ。ヘイックも勉強になったしな。ヘイックから JPEG に変換し、その上で保存先っていうのが分かんなかったんですけど、最近の項目からそれを見つけ、ことなきを得たっていう。やり遂げた。のりよしさん、ご意見ありがとうございます。マダムシャーリーの予知夢の件、カリブからの古代兵器情報で取りに行く方向性になって、シラフシが連れ去られて島を滅ぼされたところにルフィ到着、もしくは天竜人が神の騎士団を引き連れてゴッドバレーの人間狩りの時みたいに魚人狩りをした後にルフィ到着、どんな未来がモッチー先生はお好みですかと。お好みはどうなんだろうな。でもノリヨシさんが質問したいことはなんとなくはわかるんですけど、好みとしてはやっぱりかなりその地獄の底まで精神状態を落とされてから、それをルフィという一人の主人公がドーンひっくり返すみたいなのがやっぱり個人的には好きですから、かなりこう絶望展開まで落とされて、ド M と言われればそれまでなんでしょうけど、そういう展開が好きですよね。ビビがクロコダイルに殺されそうになったところで、お前に国は救えないって断言されて落とされたところも、あれも絶望の一番下だったもんね。そこに死んだと思ってたルフィ登場で、大丈夫だお前の声なら俺たちには届いてるっつって、
反撃開始じゃないですか。なのでそういう展開が私好みではありますね。ただそのマダムシャーリーの予知夢、麦わら帽子の男が魚人島を滅ぼすっていうのは、今回黒ひげがおそらくカリブーからプルトンの情報、ポセイドンの情報を得て危機が及ぶとかっていう状況はあると思いますけど、やっぱり魚人島を滅ぼすのは黒ひげではないと思いますね。やっぱり麦わら帽子をかぶった男ルフィであると。でこれはこのチャンネルの主軸となっている考察とでも言いましょうか。最終決戦はマリージョア、レッドライン、ニューマリンフォード、魚人島、ここをね垂直落下式の攻撃で壊して4つの海がつながるから、そこがオールブルーになって、魚人島はマダムシャーリーの予言通り滅びると。この一連の流れは私が予想しているこのチャンネルの主軸になっている考察なんですけど、ここがまだブレてないというか、こうなるんじゃないかというのはまだ思っているところなんで、まあ白星に危機が訪れるとか、魚人島を黒ひげが襲う未来とかっていうのは想像できるんですけど、なんとなくこの魚人島民とか白星ポセイドンとかは守られるんじゃないかと思ってますね、その最終決戦の時までね。ただ危機が及ぶのは絶対にそうでしょうから、誰が魚人島を守るのか、黒ひげの魔の手からっていうのを楽しみにこう待ちたいという。まあなんか一個逃げ道としては、魚人島を滅ぼすのが麦わら帽子をかぶったシルエットなんだよね。十中八九ルフィなんですけど、そこに逃げ道はまだあるんだよね、小田先生のあの描き方はね。麦わら帽子をかぶったシルエットがマダムシャーリーは見えているだけで、ただルフィという言葉も出してるんだけどね、麦わら帽子をかぶった男、つまり麦わらのルフィがこの魚人島を滅ぼすんだっていうマダムシャーリーのまあ予知夢、予言である。麦わら帽子といえばイコールルフィであるからこそそこを紐付けたんでしょうけど、正確にはおそらく麦わら帽子をかぶったシルエットしかマダムシャーリーは見えてないから、実は麦わら帽子をかぶった違う誰かが滅ぼす可能性も残っていると私は思ってます。そこも楽しみなところでございますが、まあ私はルフィ、まあもしくは麦わら帽子をこう託されたというか被されたナミとかね、プルトンを発動するのが誰かみたいな話とか、そういう話にも多分なっていくと思うんですけど、どうなるのかというね、ところでございます。さあ、社会人さん、500円ありがとうございます。もち先生こんばんは。頂上戦争での黒ひげ、ワノ国での緑牛が、シャンクスとの対決について、まだ早いという発言をしていますが、シャンクスを倒すための頃合いのようなものがあるのでしょうか？またシャンクスと戦うために揃える要素があるのでしょうか？今回のデボンの行動も必須でしたらすいませんと。いや、これは単純に、シャンクスがただ強いっていう話だよね。シャンクスと戦って、シャンクスを倒す、シャンクスを捕らえるためには、まだ無理だと。今やっても無理だっていう、ただシャンクスが強く描かれているからであり、ここになんかシャンクスを倒すためには特定の悪魔の実が必要とか、こんな武器が必要とか、こういう場所で戦わなきゃいけないとか、なんか条件みたいなものを示唆しているというよりは、単純にシャンクスが強すぎるという描き方をしてるでいいような私は気がしています。まあわかんないですけどね。なんか特殊な、それこそ血筋みたいな話、天竜人だからどうとか、シャンクスとやり合うにはなんか特定な条件が必要の可能性もあるんでしょうけども、その可能性は捨てきれないですけども、今のところの描写で言うと単純にっていう話なんでしょうね。まあいずれにせよそのフィガーランド家、フィガーランドシャンクスっていう話だと思うんで、フィガーランドガーリング星というね、神の騎士団のおそらくは団長である、そんなキャラクターというかね、そんな人物がシャンクスの祖父あるいは普通に父親っていうことが確定していると思うんで、いずれにせよ特殊な血筋を持ったりしてるとは思うんでね。血筋で言うとさ、シャンクスの血筋もいわゆる特別な血筋なわけなんですけど、なんかそういう見方もできんのかな。黒ひげ天竜人説とかね、ドフラミンゴシャンクスとか、その辺は特別な血筋ではあるよね。天竜人の血を受け継いでいるっていう意味で言うと、血筋が特殊なのは種族だけじゃなくて、そういう見方もできるのかなと思いますけどね。この場合の黒ひげの血筋に関してはどういう意味合いがあるのかっていうのはね、かなりこう明かされるのが楽しみなところなんじゃないかろうか。